坪井さん届きました、はい、皆さんこんにちは、坪井のりおでございます。さあ番組でも話題にいたしました、これがふるさと納税の返礼品、ホタテ水着。なんであんたそう喜ぶ。さあこれがまたですね、届いたところ、梱包を開けるとこからやるというのが最近の YouTube です。さあこれをこうやってやりましてですね、はい、今どういうこのワクワク感がいいですよね。これが何とも言えないというところで、よっしゃ、バリ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 、おっ、こんな、ちょっとまずこんなもんが見えてきました。こんなもんが何やら見えてきました。開ける前から。これはいいですね。さあ、開けますと、さっき、お、こういうものが、ちょっと、テカリは、ちょっと調整してもらいましょうかね。はい。こういう、これ何やろ？ちょっと待ってくださいよ。これも、どっかから、これが、から開けるということですか？ちょっとこれも、ちょっとこれ、ハサミで開けましょう。よいしょ、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 よいしょ。こちらの方でね、実物行く前に、何ですかね、これ。これ今流行りの、アマビエタイプのね、感じですよ、これ。なんだかな、これ。ねえ、サイズ感とかいろいろ、水着の王様へ。王様へ。水着の女王様じゃないですか、これ。女性が着るんやから。王様へいうことで、さ、この紙の下。お！出ました！じゃんじゃん！どっちが上でどっちが、え？ちょっと待って、二つしかないじゃん。一個。ごめんなさい！あれ？あ、え？二枚重なってる。あ、どれ？あ、これ？あ、本当や。うん、二つしかなかったらどうしよういうことやわね。それが下の子ね。あ、これが下か。あれ。で、これが上。あ、これパーツが揃いましたですよ。皆さんもこれ開けるときは気をつけてくださいよ。重なってる部分ありますからね。で、こういうので、これが下の部分、これ、ボトムとこれが上の部分でありまして。ちょっと待ってください。これですね。坪井さんにも合いそうですか？これが、私は。これを一つ皆さん、梱包から皆さん方にご披露いたしました。これをですね、ある人に着てもらいます。やだ。着けてもらいます。やだ。ぜひ一つ、この後も見てください。で、これ気に入った方、チャンネル登録お願いします。